ありがとうございます。すごい。まあね、オタクたちの役とは違うと思うけどね、何種類か僕は持ってるんです。そうですか。昔カトリックのね、はい、前チカッと言ったでしょ、幼稚園、はい、足どうぞ崩してもらって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの幼稚園の時カトリックの、まあ今思うとカトリックの幼稚園だったんだね。あのまあ入れられたっていうか転校したら、はい、あうちの親父は警察官で、はい、であの長野県なんですよね、はい、だからこう転勤するじゃないですか。そうするとその自動的に、まあ、おふくろかなんかの考えだったんでしょうかね、その入ったと転院したところがもうカトリック、ゴリゴリのカトリックの幼稚園だったんですね。だけど未だに鮮明にいろんなこと覚えてるんですよね。あのイエス様の話とかさ。でそのすごいこう暴力的な子だったんで。お、そうなんですか。はい。ほんであのおふくろのやっぱ考えで、あの日曜学校にでも行けばおとなしくなるんじゃないかっていうことで、あのキリスト教の人ってみんなほら温和な感じじゃないですか。だからきっとそういうふうに考えたんでしょうね。それで日曜学校、それも抵抗もせず行ったんですよね。遊びたい盛りなくせに、そう行きましたね。天にますます我らが父よとか言って、はいはいね、それもちゃんとやって、はい、うん、ほんでそれで、あれそれでさすがに4年3年生ぐらいか4年ぐらいで、さすがにもうちょっと遊びたいっていう欲求が勝って、うん、では行かなくなり、そしてまた転勤してる時に、あの県営住宅に住んでたんだけど、うん、そこへ訪問ですよ、エホバ。エホバの証人ですか。はい、だからローラーしてたんでしょうね。へで土曜日でたまたま僕しかいなくて、で玄関出て、聖書の勉強してみませんって言うから、いや、あの時中断してた勉強をしたいと思ったわけですよ。そうですか。渡りに船だと、はい、でもう即決で やらせてくださいっつって、はい、で、始まったんですよ、うん、あのおそらく週に1回の来て訪問に来て、でこういうもう面と向かって勉強会、それで月に1回か3ヶ月いっぺんぐらいのなんか大きなミーティングね、はい、であの講義を受けに行くという、はい、これしばらくやってましたよ。おお、そうですか。で、すごい感動したんですよね。あの割とこう科学的なことが好きな子だったから、そのいろいろ科学的に分析するじゃないですか、はい、なぜ世界中の人は言葉が違うのかとか、いやそれはバベルの塔の時に神が言葉を分からせなくしたんだからって言って、それらがこう広まってってって言ったら、そうかとかさ、当時はですよ、あのそれとかいろいろそのやっぱりさすがにだんだん知恵がついてくると、例えば創世記なんか結構普通の学校教育とは受け入れないものがあるじゃないですか。そうですね。でまあ大体はそっち学校教育を取るわけですよね、いやそうは言って先生違いますよとはさすがに言えないんでいたので、こう胸の中では聖書で教えてることと学校で教えてることのそのジレンマがあるわけですよね。田村さんはやっぱり想像の方だと思われますか。ああ僕進化を教えられますよね、その学校ではね、うん、まあ、その後いろいろ遍歴があってね、今私は仏教徒なんですよ。うん、でそのエホバ限らずキリスト教というその原点そのものの、そのやっぱり矛盾にどうしても突き当たっちゃってね、うん、今の家庭では結構キリスト教に心を寄せてた、少年期中学校高校の前ぐらい、まあ手前ぐらいで、ね、でまあそこから無信仰になっちゃったから、うん、まあ、受験だのなんだのいろんな忙しくなっちゃって、でまあキリスト教問題はもうしばらく考えない時期があったわけですよ、うん、それから何かの、でも何かの表紙にやっぱりこう折々にあの矛盾を感じるわけですよね。ほんで、まあ、だから特に勉強はしてなかった。うん、聖書はその時はまだ一種類かなんか、なんかあったけど、で勉強してなかったけど、で、まあ、縁あって、この仏教の話を聞くようになって、で、こっちはもう宗教自体は、そもそもその、軟弱な人間がね、うん、
自らの男なら男の腕と力で生きていくべきものが、うん、いけない者どもがすがるものだという、うん、そっちの方向行ったわけですね、うん、だから宗教それ自体全部、うん、キリスト教も関係なく、うん、まあ、仏教もそう、新興宗教もみんなそう、うん、ああいうものはみんなその、自分己で生きていかいけないものがただすがる弱々しいものだという、まあ、考え方に行ってたところに仏教と出会って、まあこっちはだからそう辛辣な質問とか質問ですね、質問をビシビシ言うわけおかしいじゃないかと、うんうん、っていうのに対してこう、まあ、何年月かかったけど、あ、年月か1年ぐらいかかったけど、それに対する返答再反論のずっと繰り返していって、こう、うん、まあ本当の心の底から胸に落ちたわけじゃないんだけど、キリスト教のこの原点、バイブルにおけるところの矛盾は仏教典では解けたんですよ、その段階で、うん、これは道理がのっと、のっとってる、つまり 論理性が守備一貫しているっていうかね、うんうん、どこまで追求してもそれに対してやっぱり論理が返ってくる、うん、それでまあ仏教で本当言うとその、うんと、まあ、仏教で言ったら悟る、キリスト教的にはそういう境界っていうのはちょっと見当たらないんだけど、うん、まあ死んだ後パラダイスっていうことなんだけどさ、うん、仏教では、生きながらにしてその悟ったブッダと等しい境地に修行によってなれるっていうふうに説くわけですよ。だからトレーニング宗教っていうのかな、うん、自らトレーニングしていけば、釈尊がものすごく境地に達したっていう、そこまでトレーニングすれば、うん、原因と結果だから、うん、同じ原因積めば同じ結果が起こるっていう、うん、万民がね、うん、っていう考え方なので、その悟りたいっていう意味は思いは、うん、昔から実はあったわけですね、子供の時から、うん、求めてはいい、うん、言葉では悟りって言葉じゃないけど、子供の時からあった、幼稚園の時から だからキリスト教にもきっと幼稚園なりきにも衝撃を受けたんだろうけど、この宇宙はどうなってんだろうとか、うん、宇宙の果ての向こうはどうなってんだろうとか、うん、どうして始まったんだろうかとか、うん、生まれる前は何だったんだろうかとか、死んだ後どこに行くんだろうとか、うん、子供の時から考えてたんですよね。それで仏教が、まあ、渋々ではあったけども、21かそこらに始めて、で、入ってからも鵜呑みはせず、ひたすらこう、これはどうなってんだ、どうなってんだって、もちろん修行しながらね、トレーニングしないで頭ばっかでかくなっても、それは仏教の世界では、歪んでる、自分がトレーニングしながら何かを知識を得ていくならいいんだけど、ちょうどレスリングならレスリングで全然トレーニングしないやつが標本だけ見て強くなるわけがないわけだから、自らもトレーニングしながらでもうまくいかないところは質問するとか、うん、っていう形で45年間来たわけですよ。で、まあ、まあね、1時間しかないとなればね、あれ、あの、ね、まあまあ、回を重ねてもらってもいいんだけど、ぜひ、そうですね。